おはようございます。今日は7月の28日の木曜日で、朝からめっちゃ暑いです。30度近く、もう今まだ午前中なんですけども、30度になって、石川県にしちゃ珍しい感じなんですけど、今日は、浴衣を着ますね。浴衣として着ます。ちょっとここがスカスカなんで、月下美人さんの着物の肌着ワンピースです。なるべく遠くから見せようとしてる。そう、腕がね、私サメ肌なんですよね。二の腕のここがあんまお見せしたくないんですけれども、一応こういう時、暑いなって時はこんな感じですよっていうのも見せないとね。なんかあ、これ下着ですよ。肌色の下着が出てますけど、そう、下着もちょっといろいろ今まだ試してて、まだ試してんのかって感じなんですけど、これ永遠に試すんですよ、夏になると。ちょっと新しい会社のやつを試してます。ずっとインスタでフォローしてて、もう春ぐらいから買おうかどうしようかずっと悩んでたやつなんですけど、とうとう買いましたよ。なんか日本の会社じゃないし、どうなんだろうなと思ったんだけど、日本支店があって、ちゃんと日本からの配送で、頼んだら旬で届きましたね。でサイズ的に US サイズと言ったらいいのかな、オーストラリアの会社なんで、でっかいのかなと思ったら、逆にその小さいサイズからしっかりあって、割に何だろう、 S が M ぐらいな感じで買ってくださいみたいに表記されてるんですけど、割にアンダーが小さめの M でしたね。なのでぴったりやった。で、なんかこう胸高く見せたい人は嫌な感じでこうペタってなるんだけど、胸高く見せなくていいので、ちょうど着物にはいいんかもしれんと思って使ってるんですけど、まあ後でお見せしますね。なんかいろいろ試してるんですよ。今年はね、ちょっと暑すぎて、綿生地のアンダーシャツが中で汗かいて冷たくなって寒くなっちゃって、ちょっと綿じゃない素材で、でもなんか、なんていうのかな、ポリっぽくないやつないかなと思って、ポリっぽいつるっとしたやつが嫌いなんですよね。なんかヒヤってなるのが嫌で。だってほら、ソウタケとかもさ、あれは結局さ、化繊じゃん。だけどさ、ヒヤッとしないじゃん。そういうのないかなと思って探してたの。で、試したらよかったから、まあお伝えしてもいいかなって。まあもう一日試してみてお伝えしてもいいかなとも思うんですけどね。どうしようかな。今日試してみてから伝えようかな。実際シャツはちょっとまだ、今だからシャツと T シャツ、タンクトップじゃないや、 T ブラと試してる状態なんです。シャツが今キャミソール型を着てて、で、ブラジャーが、T ブラが型のブラジャーを今してて、カップ付きをつけております。カップ付きって言っても、分厚いカップが付いてるやつじゃないやつ、下がごっつくなってて寄せるみたいなのじゃなくて、ただ単にパッドが付いてるだけっていうやつなんで、まあ、乳首が当たらないようになってるっていうだけなんだけど、ここの会社のパッドなしのもあって、パッドなしも買ってるんで、
どっちも試したいなと思うんですけど、まあ、パッドついてる方が胸はしっかり硬い感じになるんですけどね。どっちとも潰す感じですね。でもグッて押されて苦しい感じはないかな。私あんまりこのグッて押されるの本当得意じゃないんですけどね。で今日ペラ帯の、これ心屋さんで新古品で見つけたペラ帯ですね。はい、博多の半幅帯一重ですね。四寸一重に、ひびひもの緑色、差し色で入れたいかなと。まあ、帯が着物に入ってる色なので、ちみちみちゃんのチューリップちゃんなんで、昨日ねこのちみちみちゃんを直してたんですよ。実は袖に一箇所穴が開いて、うわどうしようどうしようってちょっと数日ずっと悩んでたんですけど、接着芯に本当になんか生地がポロンって取れたんですよね。なんでかわかんないんだけど、ちっちゃい穴が開いちゃって生地がポロポロになってる部分が出てきて、これどうしたもんかなと思ったんだけど、あ、3回巻いて替えの口にしますね。こうどうしよっかなと思ったんだけど、脇のとこに縫い代に余ってる生地があったから、裾のこの脇の縫い代から少し生地を拝借して、それで接着芯で隠したっていうことをしたんですけど、うまいこといきました。なんかこれでダメだったら上からもう一回布をね継ぎ足してくっつけて補充しようかなと思ったんだけど、そこまでしなくてもよかったんで、うまいこといったかなという感じですね。やっぱり自分で新古品で買ったやつの方が、この間やってたリサイクルのペラ帯よりもちょっと長かったですね。感覚的にタレと手とを出した時にすげえ長かったら、まあ同じ長さに合わせたら替えの口はできるんですけど、結ぶ前にタレと手の長さを合わせると、まあ替えの口っていい感じでバランス取れます。まあ、結構ここがね長すぎるとちょっとみっともないかなっていうのは替えの口あるあるかな。あんまり出すぎはみっともないかね、ここがね。まあこことここのピョコンって出たところのバランスが同じぐらいだととても綺麗かなと思いますし、この結び目が男性だとねグッて引っ張り上げるんですけど、帯締めとかするんだったらグッて引っ張り上げなくていいんで、この帯下にいってる感じかな。で同じで帯上線とここが同じで、ここが上線より高いっていう感じですかね。なんで替えの口だとちょうどこの、私だとこのここのタレの下線角にここがちょうど当たる、帯締めが当たるぐらいかな。これもまあ結んでいくうちに慣れますんで、最初のうちはあれあれっていうのあるかもしれないですけど、まあそのうち慣れますよ。着てりゃ誰だって慣れますんで、あんま心配せんでいいことですわ。結ぶのって慣れありますよね。なんていうのかな、まあ、蝶々結び一つにしたって靴ひも一つにしたって慣れてない人はやっぱりなんか縦蝶々みたいになっちゃいますからね。蝶々縦になっちゃってね、
あの着物上手に着れるけどエプロンさせたらエプロンのあのリボンが縦結びになっちゃったりとか、とにかくまあそれはあの経験値と慣れかなと思いますし、あの結びって慣れかなと思いますので、あんまりなんか最初からパキッといかないっていうので別に悩まれる必要はなくて、まあ、そのうち慣れるっしょみたいな感じでいいんじゃないかなと思いますね。はい、今日こんな感じです。はい、今日も暑いんで貝の口が、続きますね。はい、30度超えてきて暑いし、もう背中の汗がもう止まらない、うん、夏ですね。今年は暑いですね。そうですね、今日の着物を初めてスタートした最初の夏も非常に猛暑でしたね。しかも休みのない暑さでしたね。雨も降らずに。で、9月過ぎてからものすっごい雨降り出して、広島とかでね、あの雨被害、水害の被害にすごいなった年でしたね。忘れられない感じが、忘れられない気がしますね。思い出がありますけれどもね。はい、こんな感じでございます。はい、今日は浴衣なので、パキッて言った襟元は何もないんですけど、まあ掛け合わせはこれぐらいですね。ちょうど乳首ぐらいのところに掛け合わせてる感じですね。はい、何にも着ておりません。月下美人さんのワンピース着ております。はい、ペラ帯と、ひびひもの緑色と、足袋は履いております。はい、青い、お化け猫とかいる柄の足袋、はい、エビス足袋さんですね。で、ですね、かんざしが、自分の手作りのかんざしで、シュシュが絞りの、ピンク色のブドウ色のシュシュですね。割に気に入ってますんでね、これ。はい、で、おろく節です。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。まあ、あの、帯ピンク、最初白にしようと思ったんだけど、ピンクにしたのは、まあ、着物にピンクもあるんですけど、頭にちょっとピンク系使ったなと思って思い出して。で、まあ、ちょっと、このビーズの、ここが、まあ、青緑系使ってるから、まあ、緑入れようかなと思って、まあ、帯と頭と似たような感じのリンク感でまとめたつもりです。はい。まあこれぐらいしかね、襟がないとね、どんなもんですよね。まだでも涼しいですよね。掛け合わせて、やっぱりあの、着ないので中に長襦袢がないので、ワンピースなのでスカスカして涼しいです。今日はあの、中に捨ててこも何も履いてないですわ。ショーツ。で直接って感じですね。で、中も、T ブラですね。 T ブラの、三角のパッドがついた T ブラ と、キャミソールを着てるんですけど、まあ、今着てる素材が竹繊維から取った、化繊っていうので、あ、え、そう竹と思ってあ、じゃあ乾くの早いから汗かいても、あのシャツが中でベタベタになって冷え冷えになることないかなと思って試しに買ったんですわ。うん、あのどうなんだろうね。まあ試してみますね。あのブラジャーは非常に快適です。この間あの日本製のやつもお伝えしたんですけど、あれは買いやすいと思います。スーパーさんでも売ってるんで、ウィングのものなので、なんていうのかな、自分で試着して買うこともできるし、割に手に取りやすいものなんですけど、今回試してるのはネットでしか売ってない、一部なんだろう、ロフトとかなんかそこら辺にはあるんだったかな、ちょっとインスタで見ないとわかんないんですけど、都会の方ですよ。でもポップスアップのショップ出てるのも、そんなお店なんで、でまあなんかサスティナブルをテーマにしているみたいな、なんかちょっと
行き過ぎた自然派は私ちょっとドン引きするタイプなんで、どうなんかなって思ったんだけど、まあ どっちにしろ着やすかったらいいかなと思って、うん、私ナチュラルでいたいんですよね、うん、無理クソサスティナブルとかあんま好きくなくって、大事にすればいいんじゃない、使えるまで使えればいいんじゃない、そこ昔から変わらんじゃんっていうね、今更その言葉ついたからって浮き足立ってんじゃねえっていうのが私の中であってあ、ほんでね、これ穴を隠したところどこだったかな、あ、ここですわ、お見せしますね。ここがね、なんかやっぱリサイクルなので、これもね着物婦さんで買ったんですけど、よく見たらなんかここね、ちょっとなんか穴が開きそうになったやつをなんかのりかなんかで固めてたのかなっていう跡があって、なんだろうこの白いのと思ってこすったらポロポロ生地がね壊れちゃったんですよ。今もちょっと生地がここ毛羽立ってるんですけれども、それをあの接着接着あの本当に溶ける接着芯の方を買ってきて、さあここ見えないと思うんですけど、当て布、ほら、わかるかな、ここに接着芯入れてこれを貼り付けただけなんです。そしたらなんかいい感じになったから、まあ、これでいいやと思って、これでまたここがちょっと白いとこが多分ホロホロになってるんだと思うんですよね。これが完全にこうボロボロになっちゃったら、ちょっと上からこう生地を刺繍してくっつけちゃおうかなと思ってたぐらいだったんですよね。あとこの絞りなんでアイロンかけたらここの絞りだけ潰れちゃうしなとかっていうのもあったんだけど、とりあえずこれで応急処置してみました、うん、あのまあこれねリサイクル品なので、ねわからないようにあの綺麗に補修されてて、あのなんていうのかな、私みたいにねガリガリ洗ってたらその補修が取れちゃったっていうのとかも実際あるかもしれないんですね。そこまで洗うと思わなかったっていう補修をされてる場合もあるので、なのでこうまああのうまいことまた適当に隠して着れたらいいんじゃないっていうね。ただまあこの袖のとこなのでとてもねここになるので目立つので、穴が開いてるとなんとかしたいなと思って、何日間かどうやったらうまくいくかなっていろいろ考えてたんですけど、結局やって後ろから当て布してその接着芯で留めた、あの接着芯って言ったらいいのかな、これなんて言ったらいいの、アイロン接着シートですよね、よくあるこのアプリケとかつけるこれですよね、溶けちゃうやつですね。これで裏から生地を貼ったんですよ。そしたら結構それで終わっちゃって、あれ上から生地をさらに補充しなくてよかったと思って、まあこんなこともあるんだろうっていう感じでしたね、はい。でこの、 あの下から切った生地はまああの縫い代のとこからちょっといただいたっていう感じでしたね。まあ、そんな感じで適当に、うん、なんだろう、木綿とかは直せたりもしますんで、いいんじゃないかな、楽しく着ればって思いますね。はい。まあ、ピッカピカの着物もいいっすけど、こう、リサイクルの着物で、出会った子で、あ、この子かわいいな、欲しいなと思って買った子で、すぐにその場で着れるっていうね、喜びがありますよね、リサイクルの着物ってね。買ったその場で着て帰れるぐらいなね。それでね、楽しませてもらってるんでね、なるべくね、好きな子は長く一緒にいたいなと思うので、ちょっとのことだったら直して、着たいなと思って、いろいろ考えあぐねて、まあちょっとうまいこと言ったかなっていう感じですね。たまたまだと思うんですけど。うん、まあいろんなトラブルはあると思います。
いただいた着物、リサイクルの着物、お尻パカってなるっていうのはよくあることですし、それはもう糸が弱ってるだけなので、パカってなったところ適当に自分で縫えばいいんですよ。で、縫いで縫い縫い縫いって適当な糸で縫えばいいんです。あんま太い糸はね、あの針が入ら、あの通らないので、なるべく細い普通の糸、まあ、別にミシン糸でもいいんですけど、で普通の細めの針で縫い縫い縫いってすれば大丈夫でございますよ。うん、別に糸が切れる方がいいんですよ。生地が切れる方が問題なんで、本当にダメな生地、もう弱ってる生地っていうのは、こうやって座った時とかに、ここなんて特にやられるんですけど、生地縫い目は残ったまま、この折り目がパカって裂けるんですよね。もうそれになるともう生地が終わってるので、もうアウトなんですけど、夏物のそれこそシャとかに多いんですけど、そうなるのが、そうなってくるともう終わっちゃう、終わってるので、もうどうにもならないし、何かに加工するにしても多分もう朽ちてるので、もうダメなんですよ。もうそれは本当にさよならするしかないかなっていう子はたまにありますね。うん、いただいた着物とかでも、私も過去に一度ありましたけど、大概夏物ですね、そういうのはありますね。でそうじゃなくて、普通にビリって言った時に糸がプチプチって切れるのは、まあ、糸の方が寿命が短いので、糸が切れるのでいいんですよ。うん、そういう風にできてるんです。生地を守るために糸を先に切れるようになってるんで、普通に縫えばいいんですよ。その糸切れたところから足して縫えばいいんですよ。ほずれないようにやればいいんで、そこら辺適当に縫い縫いしちゃえばいいんで、どうにでもなるんでね。洋裁苦手だからなとか、そのお裁縫苦手だから、和裁知らないからとか、そんな別にどうでもいいんですよね。真似して縫えばいいんですよ。よーく見たらこうやって縫われてるのかもしれないっていうのがなんとなくわかるので、よーく見て真似して縫い縫いしちゃえばいいことなんですよ。真似すればいいんです。縫い目の真似をして足せばいいと思います。はい、まあ何でも真似って大事ですよね。教えてもらわないと真似できないっていうのも確かにあるかもしれません。深くは分かんなくって、似たような感じだけどちょっと違うよねっていうことにはなるかもしれないけれど、なんだろう、自分が着るもんやし、普段に着るもんやし、適当に直せれるところは直せばいいと私思うんですよね。そんなにわざわざ先生に聞きに行くとか、学校に行かないと分かんないとか、そういうレベルではないと思うので、なんだろうな、お味噌汁作るのにわざわざ料理教室行って並ばないでしょう、日本人がっていうレベルかな、感覚かな、どっちかっていうと。別にそこら辺は適当でいい、適当でもなんとなくまとまるんじゃないですかっていうところかなって思いますね。その糸ほどけるっていうことに関してはね、穴開くっていうのはちょっと難易度高かったですね。どうしようかなってすっごい悩んだんですけど、なんとなくうまくいってよかったかなっていう感じです。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。でもう6もうね、7月ももう終わりですね。はい、だいぶ体調も戻ってきて、まだね、そうですね、ちょっと、なんだろう、急にね、こう湿度が変わるところへ行くと、私多分扁桃腺を痛めちゃってるんでしょうね。むせたりはするんですけど、まあ、あとはまだちょっとね、波があるんで、グーってなった時とかに、なんだろう、精神的なもんだと思うんですけど、咳き込んだりとかは今あるんですけれども、だいぶ落ち着いてきて、ちょっとお出かけもしたいなっていう気持ちにやっとなってきて、で今日はまあ木曜日で平日なんですけれどもね、ちょうど着物婦さんからバーゲンのお知らせが、はがきが昨日ちょうど届いて、なんかそれって別に
私こんなにいっぱい着物あるし、多分別に買う、すごい買うこともないと思うんだけど、なんていうのかな、馴染みの、なんていうの、気の張らないね、お店からそういうお便りが来るとふっとね、あ、なんか気分転換に行きたいなっていう気持ちになってね、助けられますね。はい、そんな感じで、ちょっとだから着物屋さんに午後ちょっと行ってみようかなと思っておりますね。はい、着物屋さんで買ったやつやしね。あ、まだあれですよ、今から新品の夏の着物を作ろうと思ったら絶対に間に合わないんですけれども、リサイクルのものでしたら、もうね、あ、洗濯機止まりましたね、わつらえてますのですぐに着れる。もう浴衣が今年やっぱ暑いから浴衣にしたいわっていう方とか、あ、でも今から作るの絶対間に合わない、大丈夫です、リサイクルの浴衣がいっぱい世の中にはあります。プレタが合わない方、サイズ的にそういう方は全然浴衣いっぱいありますんでね、ぜひぜひ試してみたらいいかと思います。お風呂上がりに着るんでもいいし、何でもいいですよ。あ、ちなみに今日もすっごい寝汗だったので、私シャワー軽く水お湯をね浴びてから着物を着ております。はい、そんな感じです。汗を拭いてから、しっかり取ってから着るっていうのが暑い時の着物にはすごい大事なことなんですよね。で、体に、その皮膚に汗が、ベタベタした汗、特に日本は湿度が高いので、石川県なんてもう湿度がもう空気が水ぐらい湿度が高いんですけれども、その湿度が高い状態で、かく汗って本当にね、毛穴にべったりくっついたね、ベタベタした汗なんですけど、その膜が張った状態でこう全身を覆うような衣服を着ると、より毛穴が閉じられてしまって、めちゃめちゃ熱く感じて気持ち悪く感じるんですよね。これ逆に水でその汗を落として、お湯で汗を落としてから、水よりお湯の方がいいと思いますけど、落としてから、着物を着ると、逆にね、もうすっきりとした、汗ばんでない肌に、この生地が覆われるっていうのは非常に気持ちいい感覚になりますんで、お風呂上がりね、タオルが気持ちいいのと同じ感じですよね。バスタオルで巻かれると気持ちいいですよね。そんな感覚ですね。で、まあ着物着るときはなるべく涼しいお部屋にして着るっていうのもポイントです。はい、暑い時に着る時ですね。で、着る時汗かかなければ、着てしまってから汗かくのはさほど気持ち悪くないので、まず着る時にそんなに汗をかかないように工夫して、着る前にしっかり汗を取るっていうの大事かと思います。なんで朝シャワーになっちゃうのかな、お出かけとか着物でしてもね、どうしても寝汗あるんでね、寝汗取ってからお風呂入れない方はせめてなんていうの、エビアンとか、私はベヌウォーター持ってるんですけど、スプレータイプの水拭きのやつバーって全身にかけて、それでタオルで拭くだけでも随分すっきりしますんで、ちょっとやってみたらいいかと思います。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、浴衣も楽しく着れますんで、今年は暑いんで無理なく皆さん楽しんでくださいませ。はい、それでは皆様良い一日を。に住む着物好きのみんなとつながろう。 LINE オープンチャットメンバー募集中、ホームページ見てね。